ねえ、安田持ってきたか、5000円。え、なんすか？すっとぼけんじゃねえよ。昨日の俺の服のクリーニング代だろうが、ボケ。また悪い冗談。なに？ありゃ自分でこぼしたんじゃないすか。おい、安田がここで裸になりてえってよ。手伝ってやれや。ちょっと阿久津さん。ちょっとやだよ。待てやれ。アクロ、安田、アクロくる。やだ。安田。やだよ。おい小僧、落とし物だぞ。それどころじゃないと助ける気にはならないっすかね。なんで俺が助けなくちゃ。もう。安田、おのれ地獄やぞ。よし、小僧、助けてやる。何？助けてやるっつってんだよ。安心してドア開けろや。こら、安田。手間かけさせやがってこの野郎。どうするよ、アクちゃん。罰としてパンツも取っちゃいなさい。待ちな。その小僧に手出したらただじゃおかねえぞ。何？いいから俺に張り倒されねえうちに消えろ。俺はお前喧嘩は鬼みてえに強えんだからよ。誰だてめえは。カッコつけやがって。品のね、金髪頭しやがって。何？俺が優しく言ってる間に。なんだてめえは。ふざけやがって金髪野郎め。ボケ。何が鬼だアホ。全然弱い。一体誰だこのバカ。さあこの辺じゃ見ねえ面だな。安田。払います。クリーニング代払います。あら、財布がない。このガキや、とぼけやがって。スズラン男子高等学校、別名カラスの学校。不吉で嫌われ者のカラスのような不良少年ばかりいるところからそう呼ばれ出した。よう安い。どっとっとっと。あ、何してんだ安い、パンツ一枚で。俺は安田だ。さっき悪かったな、つい油断しちまって。あんたを頼った俺がバカだったよ。お前のバカ分かってるよ。こんな高校に通ってるぐらいだからな。うるさい。おかげであいつらに殴られて、服取られて、財布までなくしまっただぞ。ん？財布？財布ってこれか。ああ、それ俺の財布返せ。2400円、確かに合う。うん。ところでねえ安井くん。あ、俺の名前は安田だよ。安田。ねえ、この女の人は誰なのかな。財布に入れといた写真。ちょっと、おい、大抵。素直に教えないと許さないかんね。俺の姉貴だよ。何？この人がお前のお姉さん。そうか、わかった。するとてめえは捨て子だな。そうだ、本当の姉ちゃんだよ。そうか、お前の姉さんか。よし、敵を撃って。俺が君の敵を撃ってやる。君ってどうしたのよ急に。君は受けた恩さえ忘れなきゃいいんだよ安井くん。おいちょっと、あんた一体誰なんだ。俺か。俺、私ただいまご紹介に預かりました坊や春道であります。本日は私のような者のためにお忙しい中お集まりいただき、誠にもって、その、何を言っとるんだお前は。あ、俺をなめると承知すんぞ。おい、責任つきなさい。そういうわけで転校生の坊や春道だ。みんな仲良くしてやってくれ。名前が坊やで頭は金髪かよ。バカじゃねえ。何？今言ったの誰だこりゃ。俺だよ。なんか文句でもあんのか。いや、何文句なんてあるよ。おお。
何をやっとるかお前たちは。すいません、靴が勝手に。あの金髪野郎。はあ、遊んでる時の50分と授業の50分が同じ50分だとはどうしても思えん。君もそう思わんかね。ん？あいつ、あっちげえねえ、今朝の奴らだ。あいつらもいよいよだな。2年1組の杉原誠、同じ1組の本庄俊也、3組の霧島博美、坂東さんがこの3人をやるのは間違いねえ。そうなりゃろうせず2年は俺らのものってわけだ。そして坂東さんら3年が卒業するまで我慢すりゃ、このスズランで俺らに逆らうやつは一人もいなくなる。あ、なんだ、どうした。トン吉とその仲間たちに行って。てめえは今朝のわけわかんねえ金髪野郎、なんでてめえがここに。もしかして3組に来た転校生って。そう、俺がその転校生さ。今朝は随分。おい、ごめん。めんじゃねえぞ。おら、わかったか、ガキや。ここはてめえみてえなにやけた野郎が来るところじゃねえんだよ。てめえらも3年のバカどもにペコペコしていい気になってやがると、こいつみたいに。いきなりなんてことすんだよ、てめえはな。だいたい俺はこいつらに用があってきたんだぞ。それをなんだよ、後から来て邪魔しやがって、このハリネズミが。ったく、こっちで反省してる。あ、おいたが立ちさ、このクソガキ。バカたれが。さてと、やろう。今朝俺を小突いた分と安井の分まとめて返してやんぜ。この上等じゃねえか。五人相手に何ができるんだボケ。どうやって。どうやってって腕づくに決まってんじゃねえか。言ったろうが俺は鬼並みに強えって。かあ、なんだよその目つきは。本当に強えんだって。ねえ、なんで俺のために。気に入ったからさ、お前の姉さんが。ま、この恩を忘れることなく俺についてくりゃいいんだよお前はな。あのねあんた何にも分かっちゃいないな。うちはちょっとワルをかじったぐらいじゃ通用しないんすよ。阿久津さんだってまだまだ下っ端だし、だいたいうちが何と呼ばれてるか知ってるよ。カラスの学校だろ。え、いいじゃねえかよ、カラスでよ。カゴに入れられてよ、飛ぶことも忘れちまうかわいそうな鳥に比べりゃずっといいじゃねえか。俺はカラスで十分だぜ。いいこと言うだろ俺って。な、安井。安田だよ、安田。しつこいなあんたは。誰だ一体誰がやった。こいつらの他にヒロミもやられたらしいぜ。ヒロミがで、やったのは誰なんだよ。さあ、くそ、誰が。この大事な時期にわけわかんねえ転校生なんぞにやられよって。バンドが帰ってきたら
山崎が戦力と組んで俺らを狙ってくるに決まってんだぞ。でけえ喧嘩になるんだぞ。聞いてんのかヒロミ。うるせえよ。何？おいヒロミ、いつになったら姉さんに会わせてくれんだこの野郎。いや、だから今度。今度って、その今度ってのはいつな。いや、だから今度は今度だよ。邪魔だ、そこどけ。ん？なんだよ、聞こえなかったのか。邪魔だからどけって言ったんだよ。何がどけだこの野郎。そっち到来じゃねえか。ちょっと言うじゃねえか金髪兄ちゃん。見かけねえ面だけど誰に物言ってんのか分かってんのか。なんだこの野郎。何、やめろ。ちょっとやめろって。すいません この人新入りだもんで。おい、なんだその目つきは。あ、ほら、何するんだお前ら。行くぞ。この野郎だぜ。何様のつもりだあの野郎。腹立つな。やっぱりちょっと締めとくか。やめろって、弱いくせに。あの人が誰だか知ってんのかよあんた。知らん。威張るな、はあ、あんたといると寿命が縮むよ。あの人はね、坂東さんの右腕と言われてる千田さんすよ。あ、なんだそりゃ。あのね、このカラコはね、不良のオリンピックみたいなところなんすよ。危ねえ奴ばっかりだから、一つになんてまとまんないんすよ。常にいくつかの派閥ができて、戦争が絶えないんすよ。その中で最大派閥が、坂東一派ですよ。阿久津さんなんかもこの一派で、その数約120。聞いてんのかあんた。あ、何？もう、あんたと同じクラスの桐島ひろみさんっているでしょ。あの人たちがたった3人でバンド一派に喧嘩売ったんすよ。そりゃもう大変な騒ぎでしたよあの時は。ほう、あのハリネズミが。ま、確かにあいつは根性あったな。はぁ、何言ってんだよ。あんたみたいなチャラチャラした人が相手できるような人じゃないよ。なるほど。誰がチャラチャラしてんだアホ。安いの野郎め、今日こそ逃がさねえぞ。なんだかんだ言ってとんずらかましやがって。あのガキは一度締めといた方がいいかな。いやいや、ここは優しく言った方がいいな。あとあとのことを考えるとな。早く会いたいな。ひょうきんに迫ろうか、渋く迫ろうか、どっちがいいかな。あ、なんだね君は。何よアクちゃん。静かにしろアホ。なあおい、俺をこんなところに呼んで何の用だよ。あ、ヒロミが世話になったな。おめえなかなか強いらしいじゃねえか。そりゃあまあ、俺が強いってのは隠しようのねえ事実だが、もしかして喧嘩売ってんのか。おい、マコ、俺が相手だ。おい、ポンとマコ見なかったか。ああ、マコちゃんならさっき金髪のやつと歩いてたぞ。何、金髪、まさかあいつら。うわあ、こかな、喧嘩慣れしてるぜこいつ。やりますね、マコトのやつ。あいつは無口で目立たねえけど、差しの勝負ならここでも5本の指に入るって噂だからな。やってくれんじゃねえかこの野郎。だがな、世の中上には上が。ん、あ、ちょっとタイム。うわっ、やめや。かっこな、てめえや。うわっ、うわっ、あのえ、このクソガキや。よそ見らんとしやがって。
やがってくせろが、ぶっ殺したらこの、うん、こりゃ決まりっすね、アクちゃん。そんなはずはねえ。え？でもこの喧嘩どう見ても、そらどれ、あ、ほんとだ、そりゃてめえは手加減ってことを知んねえのか、てめえなんかよりこっちの方が大事なんだよ。ああ、こんなに汚れちまった。まあいいか、とりあえずこれさえあれば。タフな野郎だぜ。あれだけやられてまだ走れるとは。好き放題小突き回しやがってからに、いつも笑顔を絶やさないこの俺もさすがに笑えねえよ。舐めやがってこの野郎、本当に殺され、乗りやがってっかな、ちょっとやー、どう、うわー、おー、めんじゃねえぞバカ、誰が信じられねえ、マコがたった一発で、おい、坊や、お前一体何者だ。何者って言われてもそうだな、俺はお前らと同じでよそを放り出されてここへ来たただの勉強嫌いさ。ただちょっと違うのは、俺はグレてもいねえし、ひねくれてもいねえ、俺は不良なんかじゃねえし悪党でもねえ、ま、もっとも正義の味方ってわけじゃ全然ねえけどよ。文句あんならいつでも来なさい、またぶっ飛ばしてやっからよ。大変なことになってきたぜ。大きく変わるぞこのスズランがよ。どういうこったよアクちゃんよ。とんでもねえ野郎が現れたってことだよ。群雄割拠するカラスの学校で最大動員数を誇る坂東一派のドン、坂東秀人の無期定が解けた。よう、久しぶりだな、坂東先輩よ。あんまり久しぶりだからよ、軽く挨拶でもしとこうと思ってよ。そういう挨拶なら俺が先に聞いてやるぜ。ああ、ヒロミ、あんまり調子に乗ってんじゃねえぞ、このガキ。やんのかアホンだら、やめとけ直樹。相変わらずだなおめえら。まあ忘れてやってもいいんだぜ、今までのことも今の分かりやすい挨拶もよ。詫び入れて俺の下につけ、いくら頑張ったって勝てるわけねえだろ俺たちによ。三人揃って詫び入れろな。久しぶりに会ったら随分おしゃべりになったな、このクソ野郎。おい、安田。ひろみ先輩。話があるんだ。ちょっと付き合ってくれねえか。なあ、安田。お前あの坊や春道とはどういう関係なんだ。坊や春道？あの金髪の転校生だよ。はあ、あの人ですか。別に何の関係もないっすよ、あんなのと。なんか知ってることあったら教えてくれよ、あの野郎のこと。いや何も知らないっすよ。どうしたんですか、なんかムカつくことでも言ったんですか、あの男。ヒロミもマコもあいつにやられたんだよ、二人ともたった一発でよ。お前も知っての通り、俺らは坂東一派と戦争中だ。あいつらにここを自由にさせるわけにはいかねえからな。だがなんせこっちはたったの三人だ。俺たち三人がやられちまったら、坂東たちは一気にスズラン制覇に乗り出すはずだ。それだけは止めなくちゃいけねえ、絶対にな。とにかく、俺たちがやられたとしても、誰かがやらなくちゃいけねえんだ、誰かが。それをできるのはおそらく、
黙って俺の言うこと聞いてりゃいいものあのバカどもが。たった三匹のハエだと思って放っておいたが、こう目の前をうるさく飛ばれちゃ叩き落とさねえわけにゃいかねえな。俺らに逆らったらどうなるかたっぷり教えてやろうじゃねえか。その仕事は俺に任せてもらうぜ。いいな山崎。何も二人揃っていくほどのことでもねえだろ。ちょっと待て直樹。あ？おめえがやるのは本庄と杉原の二人だ。ヒロミには手出すな。何？あの野郎は俺がやる。どうだ？これで逃げらんねえだろ。なあ、ところで名前は何ちゅうんだ？安田っすよ。安井じゃなくて安田。安田安尾。そうか、安尾っちゅうのか。で、バカ！誰がてめえの名前聞いたバカ！お姉さんだよ、お姉さん。じゃあな、俺こっちだからよ。ああ。下手なまねすんじゃねえぞ。てめえら。黙って歩け。てめえら、学校からついてきやがったな。汚ねえまねしやがって。ここは便所だぞ。汚ねえに決まってんだろうが。せんか。公園の便所ってのは、特に汚ねえからな。てめえらがくたばる場所にはちょうどいいだろうが。わざわざ俺が選んでやったんだぜ。ええ。この野郎。おい。この分じゃヒロミにも手が回ってるぜ。一気に蹴りつける気だ。ここは俺が何とかするから、お前は後ろの窓から逃げろ。何？三人まとめてやられるわけにはいかねえ。お前はここを出てあいつを探し出せ。必ず手を貸してくれるはずだ、あいつなら。やれ、このクソガキどもぶち殺せ。ぬるりゃ今だ、行け。すぐ戻ってくるからな。待ってろ、マコ。待ってろよ、マコ。殺してやるぜ、ヒロミ。バンド。もしもし。また逃げることでも考えてんじゃねえだろうな。あ？本庄さん。やっと見つけたぜ、つくせ。どうしたんすか。うまい。坊や、あんたの力を借りて。何？俺の力を。あんたの力を借りてんだ。どうしたんすか。一体何があったんすか。孫が先達に捕まってるんだ。おそらくヒロミも今頃。早く行かねえとやられちまう。大変だ。ちょっと早く。こんなことしてる場合じゃないっすよ。冗談言うなよ、おい。なんで俺がお前らのために喧嘩しなくちゃいけねえんだよ。好きな女のためなんちゅうならまだしもよ。それに俺はこれから大事な用があんだよ。おい、坊や。バカ野郎。何すんだこの野郎。あら。やっぱりあんたは俺が思った通りの最低男っすよ。あんたを頼って助けてほしいって頼んでる人ほっとくなんて、あんたそれでも男か。お前俺が女に見えんのか。違うバカ。あんたみたいなケース野郎に姉ちゃん合わせるわけにはいかないっすよ。たとえ殺されても絶対合わせないっすよ。冗談だよ、冗談。そんなに怒んなよ、ヤス。もうあんたと口聞くのも嫌っすよ。分かったよ、手貸すよ。すまねえな、ショートなりゃ早く急がねえと。ちょっと待ってろ。お願いしますよ。ダメだよ、ふざけんな。
なんだっかな。あの人が親切にこれ貸してくれたよ。ほら早く乗れ。わしは宮井町第三公園だ。しっかり捕まえなし。わかったか、このクソガキ。このクソ野郎。何？聞こえねえな。このたとえ不意打ちとはいえ、てめえみてえな芋野郎にやられるのかと思うとよ。恥ずかしくて明日から街歩けねえって言ったんだ。今度はちゃんと聞こえたか。え？ゴキブリ野郎！この野郎。あいつにでもやられてくたばれ！腐ったれ！死ねや！マコ！畜生、どこ行った？おい、どうした？いねえのか？おーい！マーン！どこにいるんだ？マーン！ん？せんだ！探してんのはこのゴミか？マコ！もしかしたらと思って待ってたら、本当に戻ってくるとはな。てめえもバカな野郎だな、あ？ぶっ殺してやるぜ、てめえ！待て、チン。この便所虫は俺が踏み潰してやる。てめえは昨日の。お前はマンを病院に連れて行け。マンじゃねえよ、マコだ！てめえも死にてえらしいな、金髪野郎。言っとくけどな。俺はものすごく強えぞ。な、待てくれ。俺から逃げられるとでも。あ、どうした、あ。おい、なんだよ、うじゃうじゃいんぞ。先に言えよ、こういうことは。心配すんな、俺も行くからよ。アホ、誰がそんなこと言った。てめえはそいつを病院に連れてけって言ったろ。ほれ、俺のバイクのキー。おめえのじゃねえだろうな。いきなりいっぱい行くからよ。ちょっとびっくりしただけだよ。ま、俺に任しとけ。おや、またしたな、便所虫ども。遠慮しねえでまとめてかかってこいや。上等だ、こんなきゃ殺したる。このかおら、待てこら、逃がすな。おい、あいつが何ここかけやめやがって。苦しずぶっ殺すぞ。坊や春道とか言ったな、その野郎。俺が思うにその男は相当強えぜ。いいだろう、俺がぶっ殺してやるぜ。なんで俺があいつらを見舞わなくちゃいけねえんだ、このバカ。なんでって、二人とも大怪我らしいっすよ。心配でしょうが。心配じゃない、とってもいいとこなんて嘘こきやがって、この世の。やめろって。あの三人に力を貸すって言ったじゃないっすか。だったら最後まで責任持って。あら、そうっすか、203号室ですか。お見舞いですか。ええ、あの二人は僕の親友でしてね、心配でいても立ってもいられず学校をサボってきてしまったんですよ。そのお気持ちわかりますわ。友達思いなんですよね、僕って。本庄さん。安田、坊や。どうですか、二人の具合は。ああ、今眠ったところさ、二人とも派手にやられてるよ。特にヒロミは頭七針に骨も二三箇所ひびが入ってるらしいぜ。お前らも気をつけた方がいいぜ。そうだよな、俺たちもしばらく学校行かねえ方がいいな。
春道くん、俺たちもしばらく。ああ、この金髪ですか。実は僕、ハーフなんですよ。面白い人。早いとこずらかんねえとやばいっすよ、春道くん。うるせえな。坂東たちの手が回っちゃいますよ。いいからお前だけ先に帰ってろ。そういうわけにはいかないっすよ。本庄さんだって言ってたじゃないっすか。しばらくは身を隠した方がいいって。あいつが逃げ回ってるとでも思ってんのか。あいつは逃げ回ってんじゃなくて付け狙ってんだよ、坂東って野郎よ。まさかあの目つきはそういう目つきさ。下手すら殺しかねねえって感じだな。どっちにしろあいつは一人で危ねえ橋を渡ろうとしてんだ。だったらあいつより先に俺が蹴りつけちまうしかねえじゃねえが。それじゃ あんた本庄さんのために。別にそんなんじゃねえよ。俺は水泳が嫌いでな、だから乗りかかった船を途中で降りられねえだけさ。じっと見つめんなアホ。俺が開いたんじゃ帰って足止まっといっすよね。ああ、さっさと帰れ。じゃあ俺今のことをひろみさんや誠さんに話してきます。のアホ、そんなこと言わんでいい。あの人たちもきっと喜びますよ。バカ野郎、こう見えても俺はテレ屋さんなんだぞ。そういうのは苦手なんだ。いや、俺反省してるんすよ。俺あんたのことを誤解してたっすよ。なあんた本当は優しい。ヤス、後ろだ。うわっくヤス。しっかりしろ。生きてんのか、生きてんのかよヤス。生きてる、生きてるっす。坂東秀人だ。てめえが坊や春道か。この野郎、おめえをぶっ殺すためにわざわざこっちから出向いてきてやったぜ。いいかヤス、今病院に連れてってやっからな。それまでの辛抱だ。何が何でも俺にしがみついて離れんじゃねえぞ。はい。怪我治ったら減量しろよ。やれ、この野郎をぶち殺せ。ヤスをやったのはてめえだな。それは覚えとくからな。ダメだ。何やってんだバカ野郎。おい、休んじゃねえぞ。ドキ、おめえらから逃げられると思ってんのか、このクソガキ。本庄にもそう言っとけ。今度はこっちから会いに行くからよ。楽しみに待ってんだな、ガキ。バンド、あの男は何が何でも潰さなきゃいけねえぞ。何が何でもな。そういうわけでよ、しばらく会えねえけどよ、またこっちから連絡するからよ。ああ、わかった。なんか随分やつれた感じっすね、千田さん。一体何の用だったんすか。お前とはガキの頃からの付き合いだから言っとくわよ。あの男とやり合うのはやめとけ。恐ろしく強い男だぜ。俺はたった一発しか食らってねえが、その一撃で俺が今までやってきたことを全部吹っ飛ばされた。そんな感じだよ。わかるか山崎、絶対敵に回しちゃいけねえ男を敵に回しちまったんだよ俺たちは。よう、逃げんねやろ。なーだ、うわ、やだ、どうあ、あの馬が焦げてますよ、山崎さん。何？やれ、あの野郎ぶち殺せ。
ここまで来る。ほらよっと。うわどけ。山崎がやられただと？山崎さんや俺たちだけじゃないっすよ。麻婆や小池たちはビビって逃げちまいました。もうここにいる忍者だけっすよ。それで坊やはどうした？この前の河原で待ってるはずです。俺らの負けですよ坂東さん。この喧嘩俺らの負けですよ。俺が負けただと？ふざけやがってクソったりが。俺は負けねえ。俺は負けねえぞ。いくら待っても来やしねえじゃねえか。しょうがねえ。今日のところは帰ろうぜ。よう、駅前でラーメンでも食ってっか。おお、いいな。遠慮なくいただくよ。誰も怒るなんて言ってねえべよ。ん？バブル！殺してやるぜ、クソ野郎。やってくれたじゃねえか、この野郎。てめえさえいなければ全て俺の思い通りになったんだ。てめえさえいなければその三人を始末してスズランは俺のものになるはずだった。それにてめえは突然現れて全てをぶち壊しやがった。俺の全てをな。閉じくれやがってるこの野郎。どいてろチン。言いてえことはそれだけか。だったらかかってこいよバンド。止めねえ。てめえに負けたなんて俺は認めねえ。かかってこいや、オンドラ。おめえらが一発でやられたのも無理ねえぜ。バンドを子供扱いしてやる。カラスの学校なんて呼ばれてるとこに集まってくる連中はな、勉強嫌いでスポーツなんて買ったり、一体自分が何をしていいのかわかんねえ。そんな奴らばっかりさ。退屈ってのが嫌いで、有り余る力の吐け口を求めてるだけじゃねえか。てめえの言ってる全てなんてそれだけのことさ。どうってことねえことだろうが。そんなことよりもよ、仲間でもつくんだな。おめえを見捨てた100人の兵隊なんかよりもよ。一人でもいいから一緒に血流してくれる仲間をよ。なんかいい気持ちだぜ。アスファルトが冷たくていい気持ちだぜ。